はい、どうもこんにちは、ゆっぴーです。今回なんですけども、ミスタードーナツの新作を食べていきたいと思います。で、早速開封。じゃん、ミミリン。まずこの板からいきますか。これは多分ね、あれですよ、きなこホイップです。いただきます。きなこホイップです。微妙、微妙ですね。なんかきなこ買ってるんですけど、中のホイップふわさくって感じですね。微妙です。あんまうまく美味しくないです。この間のやっぱ抹茶の方がうまいですね。次にこっちで食べていきたいと思います。コーヒーリングです。いただきます。匂いはあまりコーヒーの匂いはしません。いただきます。普通ですね。普通です。戻します。やろ、これメープルリングです。いただきます。なんかコーヒーリングとあまり変わりないですね。どうします。で、これが北海道あずき。いただきます。揚げパンですね、これは。はい、普通に美味しいですよ。なんでしょう、ふわさくみたいなモチーフのモットーらしいですよね。ミミリいただきます。ミミリのペロリにしていきたいと思います。ミミリ食べたけどこんな感じです。中は普通のホイップですね。はい、やっぱりね、一番うまいのはこいつなんですよね。こんなリング、こいつが一番うめんですよね。結局いただきます。これです、これです。これが一番うまいですね。はい、ということでね、今日はこんな感じなんですけども、あまり参考にならなかったですね。すいません。まあまあまあ、もしよかったら気になったらね、和作の僕がモットーのサードナッツ食べてみてください。まだね、あのタピココもあるんで、あれ美味しいんでね、ぜひ飲んでみてください。ということで、今日も動画を終わりだと思います。ではまた。